それで11頭全馬ゲートの中スタートしました。ちょっとバラッとしたスタートです。1番のベレンガリアが最後方馬群から少し離されていきます。さあ好スタートは4番イーグルノワール、そこから10番大名衣装がそれを捉えて先頭に立ちました。内から3番のコートリーバウが2番手に並んでいって、それからさらに外からは11番のスノーライトニングも上がっていって、その周りの第3コーナーへと向かいます。間に8番グレッソネイ、その後ろに6番のブルボンクイーン、それから1馬身差内から5番のレティントン、そこには9番のベルベストランナー、少し離れて7番のフイの交わりの追走、それから4馬身5馬身後方1番ベレンガリア、2馬身差2番のダイヤフレンド、こういった体型で各馬3、4コーナーの中間へと入っていきます。花に立ったのは10番の大名衣装、残り800を通過、リードは1馬身ぐらい、8番グレッソナイが2番手、3番手に11番スノーライトニング、じわーっと2番手に接近、さらに内には3番のコートリーバウスの後ろに4番イーグルノワール、残り600を通過、その外に並んでいく6番のブルボンクイーン、その2頭の後ろには5番のレジントンが馬群のストレート出して4コーナーをカーブ直線に入っています。さあ先頭は10番大名衣装、ブレストネイが外から差を詰める、内から3番コートリーバウ、さらに3頭の外からは4番イーグルノワール、馬群の外からは5番のレジントンがぐんぐん差を詰めて前に迫ってきた。さあ坂を駆け上がって先頭は5番のレディントン、内から10番の大名衣装が2番手粘っている、そしてその後3番手争い、4番のイーグルノワールと内は3番のコートリーバウ、抜けた5番のレディントン、2番手大名衣装、5番レディントンゴールイン、2番手10番大名衣装、3番手は最後3番コートリーバウが上がりました。